ブレンダン・ヘイウッドはアメリカ合衆国ニューヨーク出身のバスケットボール選手。NBA のワシントン・ウィザーズなどに所属していた。ポジションはセンター。身長213センチメートル、体重119キログラム。ノースカロライナ州のダドリー高校でプレーしたヘイウッドはゲータレード選出のノースカロライナ州年間最優秀選手とマクドナルド選出のオールアメリカンチームに選ばれた。 大学は名門ノースカロライナ大学に進学。当時のノースカロライナは選手層が非常に充実していたため、ヘイウッドの1年目は多くの時間をベンチで過ごした。2年目には先発に昇格。3年目にはアトランティックコーストカンファレンスの歴代新記録となるフィールドゴール成功率69.7%を記録。 13.8得点7点をリバウンドの成績を残し、チームを NCWA トーナメントフィナール4に導いた。翌シーズンには同行初のトリプルダブルも達成した。大学卒業後、2001年の NBA ドラフトにエントリーしたヘイウッドは、クリーブランドキャバリアーズから1巡目二0位指名を受けるも、直後にマイケル・ドレアックとの交換で、オーランドマジックに トレード、さらに今度は、マジックのラロンプロフィット、ドラフト一巡指名権との交換で、ワシントン・ウィザーズにトレードに出され、ウィザーズで NBA デビューを迎えることになった。ルーキーシーズンは62試合に出場し、5.1得点5.2リバウンド1.5ブロックの成績を残した。2年目の02から03シーズンには、先発に昇格、その後は、 着実に成績を伸ばして04から05シーズンには9.4得点6.8リバウンド1.7ブロックの好成績を残した。ヘイウッドとの同期であるイータン・トーマスとは常に出場時間を争うライバル関係にあった。4シーズンの間ウィザーズの先発センターを務めてきたヘイウッドだったが06から07シーズンはトーマスに先発の座を奪われてしまう。 そしてこのシーズンの11月にはついに口論から暴力沙汰に発展した。ヘイウッドはトーマスのドレッドヘアをつかみ、トーマスはヘイウッドを床に投げつけた。二人とも一試合の出場停止処分を受けたが、ヘイウッドはトーマスから先発の座を奪還。翌07から08シーズンはトーマスに不正脈が発覚するという不幸が襲ったため、 結果的にヘイウッドには多くの出場時間が割かれるようになり、成績を10.6得点7点にリバウンドまで伸ばすことができたが、翌08から09シーズンは今度はヘイウッドが右手首の故障でシーズンをほぼ全休してしまった。そしてシーズン終了後についにトーマスはミネソタティンバーウルブズへトレードされた。2010年2月13日、 カロン・バトラーと共に、ジョシュ・ハワード、ドリュー・グッテンラとの交換トレードで、ダラス・マーベリックスへ移籍した。マーベリックスの一員として、2011年の NBA ファイナルでチャンピオン・リングを手にした。2012年夏、アムネスティ条項を行使されて解雇された。2012年7月14日、シャーロット・ボブ・キャッツへ移籍した。2013から14シーズンは、 左足の疲労骨折のために全休した。2014年7月12日、クリーブランドキャバリアーズに移籍。2014から15シーズン終了後に、ポートランドトレイルブレイザーズに放出された後に、解雇され、現在は事実上の引退状態となっている。ありがとうございます。